皆さんこんにちは、ホヤです。今日は韓国のピッチャならチキンオンジュのピッチャとチキンを持ってきました。このお店に頼むとのチキンとピッチャが一緒に食べれることができます。僕はまあ一人で食べるから今日はあの M サイズで買ったんですけれども、これで全部で1800円ぐらいで買いました。これでピッツァは、ポテトピッツァだからポテトとかが入ってあるし、これでチキンは普通のフライドチキンです。これから食べたいと思ってます。いただきます。まずはピッツァチキン、土地からチキンから食べます。
お腹いっぱい。やっぱり僕はこれ食べきれません。多分このぐらいだと普通の人だったら 2,3 人ぐらいで食べられるんじゃないかなって思ってますよ。だからまあ韓国に来てなんか友達と一緒に来たらね、チキンも食べたいし、それとも韓国のあのピッツァとかも食べたい、そういう時があったら、だったらなんかピザならチキンオムジュっていうブレンドに頼めば、まあそれでいいんじゃないかなって思ってます。このピッツァ以外にも、まあ、他の種類もたくさんあるし、だから自分が好きなようなあの種類をちょっと選んで、それともあのこのチキンもこのフライでしかじゃなく、まあ、他のチキンとかもあるし、なんか今は骨とかも入ってあるんですけれども、骨以外にでも春菜とかもあるんだから、まあ、ぜひ、食べてみてください。本当に美味しかったですよ。僕本当に好きです。また美味しいものをちょっと持ってきますね。まあ食べきれなくてもこれ明日食べますよ。じゃあね、バイバーイ。